Hey Leute, willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja. So, wir sollen hier Dorfbewohner einfach mal befragen zu der Frau. Und dann gucken wir uns nochmal hier um. Mit der haben wir schon gesprochen. Bei der können wir Items kaufen. Was gibt's hier? Nana, Nee-chan! Wo ist denn der そうね。木も花も村を。ここにいたら影法師が襲ってくるかもしれね。影法師のことを調べてたのよ。影法師のこと？ああ、私はこの村の。へえ、歴史学者の助手。そうね。伝承ではこの村ができる前から。でもこの洞窟の前にあった生命樹と。へえ。一説によると影法師は花の香りがとても苦手だ。それ本当？ うん。影法師が嫌いな花はあくまで生命樹の周りに咲いて、その花にしかない特殊な香り。君、もっとこの村の歴史を知りたかったら、多分村の入り口。わかった。なかなかまだ話を聞いてない人に聞いてみるってばよ。 So, wir haben jetzt auch ein bisschen was über den Baum des Lebens erfahren. Mit denen haben wir gesprochen, mit denen noch nicht. ねえねえ、兄ちゃんの助手って人に、兄ちゃんがこの村の歴史に。ほう。あのさ、さっき影法師は花の香。ああ、どうやら水晶堂への移動。え？いや、俺ってば木のことじゃなくて花のこと。 一見関係ないように思えるだろう。だが、どういうこと？生命樹の周りに咲いていた花は、つまり生命樹を切り倒してしまうと養分が行き渡らなくなる。花が枯れるとそれを嫌っていた影法師の。そうだ。結局それによってもっと厄介なものを。皮肉なもんだ。 Der haben wir gesprochen. Mit ihm auch. Nee, mit ihm nicht. Nichan, kokorahen de kaze. Kaze o? Tsubaki. Tsubaki-san wa. Tat. Ano hito wa. So, tabun. Mo. So. Zannen da kedo ne. Nichan. Ya. So. Tada. 村長なら知ってるかもしれない。 Dorfälteste, wo ist der? Aus kann ich nicht. Ah, da. Ji-chan. Daitai-no-hanashi-wa-mimi-ni-todoita. その椿って人はどこにいんの? 村の中? そりゃそうじゃ。 あやつは村のた… え? ど… 椿は村の外、迷いの森の中に? 椿は生命樹と共に生きた。わかった。しかし、今から森に… いや… Okay, wir wissen jetzt, wo Tsubaki wohnt und ich glaube, wir dürfen uns jetzt auch auf den Weg zum Täuschungswald machen. Ja. Okay. Das nenne ich meine Karte, ne Leute?
warte mal. Gucken. Ey. Okay. あら、君はあの時の椿って姉ちゃんのことだよな。え、なぜ私の名前を知っているの？それだけじゃないってばよ。俺ってば姉ちゃんのこといろいろ聞いた。私のことを？姉ちゃんがずっと前からここら辺に住んでた一族の末裔だとか、あと姉ちゃんの体は富士の。ほう、お前にしてはよく調べとるの。エロセニー、私に何か用があるのですか？そういえばエロ仙人ってば、なんで姉ちゃんのこと探してたんだってばよ。ふん、探すのは当然だろう。何せこの女性は、あの生贄の子、葵の実の母親なのだからの。え？え？なぜそのこと？あの子のことが気になったんだよ。悪いと思ったが、わしの方でもいろいろと調べさせて。なんでだ？ん？なんでこんなとこでじっとしてんだってばよ！なんであの子を葵を追いかけてやんないんだってばよ！自分の子供が生贄になってんだぞ！もうすぐいなくなるかもしれねえんだぞ！それなのになんでこんなとこでじっとしてられんだよ！あの子は今も一人で。ナルト、そう興奮するな。理由？お前もさっき言いかけただろ。この椿は富士の病に侵されていると、ね、椿の体はもう限界を迎えている。こうして動けているのが不思議なくらいだ。そんなに体が。葵を助けたい、それを誰よりも強く願っているのは親である椿だ。だが体が言うことを聞かず見ていることしかできなかった。そうなのだろうの。葵はとてもいい子でした。父親がいなくてもいつも明るくて、村から離れて過ごすことにも何も不満を言わず、よく手伝いをしてよく笑ってくれました。でも私が富士の病に侵されたと知った時から急に様子がおかしくなりました。一日のほとんどを村で過ごすようになって、そして人見悟空の儀式、自分から生贄になると言い出したか。はい。なぜあの子がそんなことを考えたのか、私にはもう。突然村に入り浸るようになった葵、これには理由があった。わしの調べでは
葵は生命樹と影奉仕の関係について。生命樹と影奉仕、そういえば生命樹とその周りの花がなくなったから影奉仕が活発になったって。俺は影奉仕って生命樹の周りに咲いていた花の香りが苦手だったんだよな。ふん、実はの、それにはまだ続きがある。どういうこと？先住の一族の末裔である椿は知っているとは思う。影奉仕は再び生命樹の周りに花が咲くことを防ぐために、花が咲く大元である切り取られた生命樹を喰らったのだ。 The demon mag den Geruch nicht, aber er isst das? Verstehe ich das gerade da richtig? Naja, ich könnte nichts essen, wenn ich den Geruch nicht mag. 喰らったって、パクンと腹の中に入れたってこと？そうだ。その結果として影奉仕には天敵がいなくなり、なおかつ生命樹の持つ強力な力も手に入れることができたのだろう。そうだったのか。でもその話が葵とどう関係があるんですか？確かにそうだってばよ。影奉仕が生命樹を食べたってのは分かったけど、それのどこがあいつに関係あるんだよ。まあそう焦るな。重要なのはこれからだ。ナルト、お前生命樹の葉はどういう効果があるか聞いたことないか？え？そんなの知ってるってばよ。万病に効く薬なんだろ？そうだ。生命樹の葉は万病に効く。もちろん不治と呼ばれる病にもの。さてそこでわしは一つの仮説を立てた。もしこれが正しければ葵の行動も納得できる。どういうことだってばよ。あ、なるほど。万万病に効く葉、それを持つ生命樹が影奉仕に飲み込まれているという情報、そして椿の体が病に侵されたと同時に影奉仕と生命樹のことを調べ始めた葵の行動、その二つをまとめて考えると、まさか。もう分かっただろう。葵は生贄として影奉仕の元に向かったわけではなく、影奉仕の中にある生命樹を目的に洞窟に入った、そういうことなのか、エロ仙人。おそらく。まあ、あくまでわしの仮説だがの。いや、多分エロ仙人の言ったことは当たってるってばよ。どういうことだ、ナルト。Die reden diesmal ziemlich viel. これ、洞窟の中で影に襲われた時に落ちてたんだ。なんか今回のことに関係があるかもしれないって思ってさ。これは生命樹のカレーだ。ほう、それが生命樹か。しかし一目でわかるとはさすがだの。これって影奉仕が生命樹の力を使ってるってことだよね。ってことはやっぱり影奉仕と生命樹はつながってるっていうことじゃねえか。ふん、どうやら間違いなさそうだの。そんな、それじゃあの子は。影奉仕の中には生命樹がある。そしてその葉を手に入れるため葵は洞窟に入った、そういうことだろうの。母ちゃんを助けるためにだよな。私は残りの時間をあの子と一緒に過ごしたかった。それが私に残された唯一の幸せだと思っていたから。Wie es weitergeht, sehen wir aber erst im nächsten Part, Leute. Ciao!